ライアン・フランシス・ガーコは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身の、元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2020年シーズンより、MLB のロサンゼルス・エンゼルスで、コーチ補佐兼インスタントリプレイコーディネーターを務める。幼い頃は、自宅がアナハイム近郊にあったためカリフォルニア・エンゼルスファンで、あり、ギャレット・アンダーソンや、ティム・サーモン、JT ・スノーに憧れを抱いていた。 また、年1回ほど、ドジャースタジアムへと出向き、当時のロサンゼルスドジャースの正捕手であるマイク・ピアッツアーを見るのを楽しみにしていたという、アナハイムの男子校のサーバイト高等学校で、当時アトランタ・ブレイブスのスカウトも兼任していた、トットクックの指導を受けた。当時のチームメイトには、後に、再び同僚となるベン・フランシスコ、ブライアン・ウルフがいた。 最上級生となった1999年には、主に、ガーゴが3番打者、フランシスコが4番打者を務めた。その後、スタンフォード大学へ進学し、アメリカ合衆国の研究を専攻する。2003年の MLB ドラフト3巡目で、クリーブランド・インディアンスへ入団を果たす。2005年9月18日にメジャーデビュー。この年は1試合のみの出場で三振に終わる。 2006年は50試合に出場して打率。292、7本類打、45打点を記録した。2007年にはメジャーに定着し、138試合の出場で打率。289、21本類打、61打点をマークし、アメリカンリーグ3位の2四球を記録した。ジャイアンツ時代2009年7月28日に、スコット・バーンズとのトレードで、 サンフランシスコジャイアンツへ移籍した。2010年2月1日にシアトルマリナーズと1年55万ドルで契約した。しかし、マリナーズでは開幕ロースターに残れずウェイバー工事され、テキサスレンジャーズと契約した。だが、15試合でわずか3安打に終わり、マイナーリーグへ降格となった。その後シーズンの多くを、参カのトリプル A 級オクラホマシティレッドホークスでプレイ。 したが、メジャー昇格できず、オフに、FA となった。2010年12月10日に、韓国野球委員会のサムスンライオンズと契約。2011年、サムスンの春季キャンプ中の2月13日、北海道日本ハムファイターズとの練習試合で、斉藤祐希と対戦し、ショート頃に倒れた。開幕後は58試合の出場で打率。243、一本類だ。 28打点、オプス、631と低迷し、2軍降格後の6月下旬に左手を骨折したため、7月13日に解雇された。2012年3月、独立リーグである、アトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約した。2012年5月14日にタンパベイレーズとマイナー契約し、参加の AA 級、モンゴメリービスケッツでプレーした。十一月三日に、 FA となった。2013年1月30日に、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだが、開幕前の3月23日に自由契約となった。引退後は、母校のスタンフォード大学の野球部のコーチ、ドジャース参加の AA 級タルサドリラーズの監督、パシフィック大学の監督を務めた。2020年シーズンからは、MLB のロサンゼルス・エンゼルスで、 高知補佐兼インスタントリプレイコーディネーターを務める、ありがとうございます。